はい、今回はですね、ちょっと合宿の準備をそろそろしなきゃいけないですね。毎年1月2月、例年はですねアメリカに行ってですね合宿をやるんですが、まあ、今年こういうコロナ禍の中で、まあ、もちろん海外の合宿難しいということで、今年は沖縄で合宿をする予定です。そこでですね、一応こう、まあ、コーチとして結構選手がやっぱりちゃんとした練習ができるようにこういろんな準備をしなければいけないので、もちろん測定機材等々を持っていくんですけど、今年はその測定機をしっかりこう使うために、ちょっとネットをですね、買いました。もちろん、合宿させていただくコースは、キセカントリークラブがベースになるので、そのキセカントリーの練習場で普通にじゃあ球を打って測ればいいじゃんみたいになるかもしれないですけど、通常の練習場ってやっぱりこう自分のボール打てないじゃないですか。要はコース球打てなかったり、ましては自分の使用球打てないですよね。でそうなってくると、正確な距離計測しようと思った時にできないということが起こってしまうので、まあ、自分のボールを打ってもこうネットがあれば一応測定できますよね。特にクワッドみたいなカメラ型のものであれば、まあ、そこの場で測定もできるということもあるので、ネット買いましたと。じゃあじゃーん、意外と普通のが来ました。ダーンと、はいね、皆さんこう多くの人がご自宅で、こういう感じですね。普通のなんだこれ、楽天で買ったと思います。はい、多分これ値段も2万円ぐらいだったと思いますね。はい、でこれをちょっと持っていく前に一回組み立ててみたいなと。で多分こういうネットをご自宅で購入したいっていう方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。なので、まあ、これがどういうものかとか、打った感想とかも含めて、共有させていただければと思います。初めてだなこんなのか逆に何すかねこれ。これはだからアウトドアで、これ杭を打って動かなくするためのものですね。テントのと一緒です。これはなんだ、針になるのかな。ん、蛇腹みたいになってるな。ん、ちょっと謎、ちょっと説明書を見ましょう。はい、うん、これをまず組みたいです。中国語なんでもう何書いてあるかさっぱり分かんないですけど、まあこの写真通りに作ればいいっていうことですよね。はい、じゃあちょっととりあえず組んでいきますね。ちょっとどんな感じか、ああなるほど、組むことそのものは この作業は簡単です。長っ。はいね、これ沖縄でいきなりやった、なんか部品ないとかじゃ困るじゃないですか。合宿前にね一度組んで、使い勝手も含めて検証します。結構1本長いですね。どれぐらいあるだろう、まあ5ヤード6ヤードぐらい、6歩ぐらい。はい、もうできた。それで次がこれを、もう何書いてあるのかはさっぱり分かりませんが、うん、なんだろう、これはどういう感じなんだろう。まあこれが最後のゴールの形は分かっているので、これにこの棒を入れるっていうことですが、どこに入れるのかがさっぱりわからないどこかに入れる、ここか、ありました、棒を入れるであろう雰囲気の穴があったんで、ここに入れるっていうことですね。とりあえず全然全体像は見えてきませんけど、はい、なんとなく刺して、あ、出た、あれ貫通しちゃいました、あれ、あ、あった、なるほどなるほど、こういうことですね。
地味な作業だ。これでか正しいかどうか、正しい気がしますが、暑い。OK。とりあえず貫通しました。で、あともう一本同じ作業をしていきますと。なかなか大変でしょ。地味でしょ。地味だけど、まあ多分いろんなこうネットみたいのって売ってるじゃないですか。で、まあ、なんでこれを選んだかって言ったら、安くて沖縄に持っていけそうだからですよね。あんまりこうパイプ式のしっかりしたやつだと持っていけないじゃないですか。だから一応手持ちで飛行機に乗せられたり、まあ、輸送できて、またとりあえず今回の合宿だけなんとかなってくれればいいっていうね、思うとあんまり値段が張らないもので、ね、意外と普通の買うでしょ、ね、コーチっていろんなことやるんですよ。基本的にはコーチの仕事の半分は準備なんで、まず機械持ってって測定してセッティングして、でもう そこまでですよね。何事もそうですね。仕事何事もそう、準備が半分。よっ、はい、貫通したんで、ちょっとこれあと長さしっかり、合わせていこうかな。全くどうなるのか分かんないな、まだ。はいはい、おおおお、なんか、まあ、ちょっととりあえずなんとなく刺しましたと。説明書見ないと分かんない。どうするんだ。まあ、ここが交差するということは分かると。そして最後何なんですかね。これもまさか芝の上に刺さないとこの形にならないとか。いや、とりあえずこの白い形を目指して、ここですね、とりあえずここを目指してなんとなく行きましょう。なんとなくなるのかな、全く分かんないけど。なんとなく不安だな。ちゃんと通ってる気もしないしな。うわ、折れそう。気をつけて。なんか出たり入ったりして何が何だかよく分かんない感じがありますね。どっち？あー、なるほど。ん？まあ要はこ、あ、雰囲気分かってきた。分かってきたけど、これはですね、どう表まず中国語の説明書であるということで、まず何が書いてあるのかさっぱりわからんというところからスタートしますが、一応ここが中心点なんですね。なんでちょっととりあえずそれを理解しながら強引にはめていくって感じなんですかね。なんかこっち引っ張ると向こうが出てきてみたいな、そういう争いになってきましたね。あー、なるほど。ちゃんと説明書を見ろって感じですね。説明書どこ行った？あった。ああ、そういうことですね。そういうことですね。この端にこの金具をくっつけるってことですね。あ、そうか。そうなんだけど、ちょっとまずこれが入りきらない。向こうの端っこに行きましょうか。あ、こっちは、あ、こっちもあった。はい。そういうことですね。ここに入れるっていうこと？こういうこと？あの絵が。ちょっとこれで一応ここが動かなくなりましたよと。はい。で、今度こっち。おう、ほうほう。おお、当たってる気がする。
大体当たってる気がします。はい、あとこっちもあるのかな、同じものが。あ、あった。おお、ほうほう、なるほどなるほど。これを入れるっていう、これもちょっとすごいこう心もとない入り方だけど大丈夫かな。折れそう。合ってる？合ってる気がしないけど、ちょっと起こしながら行こうかな。お、これは合ってんのかな。なんか長さが届いてない感じがするけど、定かじゃないな。合ってるかが。どうなんでしょう。ちょっとこう完成してない、届いてないけど、まあ、ちょっとこれよしとしましょう。はい、おお、こんな感じ。はい、こんな感じにネットをまあつけるという。ああなるほど、パイプにこれをつけるという感じですね。まあこういう感じ。どうですか、ちょっと心もとない感じ。これはね、ララ打ったらどうなるんだろうね。ちょっと打ってみよっかな。でもまだこれ今下に金具もつけてないんで、本当の強度は分かんないです。でしかもここ とまだ止められてないんで、ちょっと止めなきゃいけないね。ちょっとさすがにこれをちゃんと貼らないといけないな。あーなるほど、これは多分僕はもうびっくりするぐらいちゃんと作ってないですね。本当はもっとちゃんと してるんでしょう。ここはなんか結ぶってことですよね。この説明書がわからない中で作るのはちょっとこうあれですね、ちょっと不安というかだいぶ不安ですね。届かなまあどっかがもしかしたらちゃんとくっついてないのかもしれないですけど、でも足は向こう行きましたね。ということは届くってことですね。あ、もうちょっとだ。どこだ。うん、大丈夫大丈夫。はい。ちょっと微妙に届かない。まあいいや。はい。という感じで、実際にはこの下をこう接着してというか、地面ときっちりつけてですね、動かなくするんですけど、ちょっと軽く打ってみようかな。打ったらちょっと動いちゃうと思いますけど、あ、意外と大きいっすね。どうですか、ほらこういう感じなんで、まあ、この的から出るこう違和感っていうのかな、怖さはないですね。じゃあちょっと軽く、ごめんなさい、クラブ間違えた。じゃあちょっと打ってみようかな。今でも打ったらこれ動いちゃうかもしれないですけど、本当はもっと強度高いですよ。はい、これちょっとね、広い庭がある方であれば全然十分、そのどっかに飛ぶっていう、このエリアにボールが飛ぶっていう感じはしないですね。はい。ちょっとまだつけてないんで、バンって打つと、ちょっと音すごいですけどね。もし音が気にならない、方はですね、全然いいと思います。あ、意外とでも簡単でいいんじゃないでしょうかね。特に今回みたいに合宿で持ち運びが楽っていう点ではいいと思います。ただちょっとまだあまりこうテントを作るっていうようなこともあんま僕はしないので、ちょっとね、ずいぶん汗かいて苦労しましたけど、あとやっぱこの問題はこの説明書を
全く文章として理解してないで作ってるっていう点ですね。ここは何でしょうね、翻訳ソフトかなんかでこうやって日本語にしてもうちょっと正確に読んで作るべきですね。それができればいいと思います。はい、ちょっとね音が結構すごいんですね。すごいので、ちょっと工夫しようかなと。で今多分このビニール素材のものが、こう太鼓みたいに役割を果たしてこうバーンってこう音が鳴っちゃってるんだと思うので、うちのにあるこう消音ネットというかですね、もうこれバッチブチにこう切れてますけど、これもう桜井克行が打ってもうこうなっちゃったんで、とりあえずこのテスト用でこの切れたものでいきます。ね、こう何でも工夫してやってみればいいですよね。まあなんか消音ネットじゃなくてもいいですけどね、自宅でやるんだったら、まあなんか音が少ししないようなシーツみたいなでもいいかもしれないですね。ちょっと今これサイズ感うまく合ってないですけど、まあサイズこのネットのところにこうくっつけたりこう工夫してネットしっかり貼ったとしましょうと。で打って音がどれぐらい違うかと。さっきのだとね太鼓バーンみたいな音がしてるんで、よしちょっと今だるっとなっちゃってますけど、もうちょっと綺麗にやります。全然違う。これだな、やっぱりこうさっきの音だったらゴルフ場でもどこでその太鼓鳴らしてんのみたいな音をしちゃうんで、これかパーフェクト。まあちょっと今これネット崩れてるのはちょっとまだ正直言って完成してないで打ってるからなんですけど、まあ合宿前にですね、まだ完成してないですよ。組み方をちゃんと練習して、まあ、音のテストをやったり、こういう準備とかをですねいろいろ実はするわけですね。本当にこうコーチの仕事ってその教えるということだけじゃなくて練習環境を整えるっていうところも結構大きな要素だったりするんですね。でそうするとじゃあ合宿の時にどんな練習したいから何を準備して、ってなる。で今年の沖縄合宿に関して言うと、まあ、沖縄だからっていう理由もありますけれども、まあ、こういうネット、これはなぜかといったら自分のボールを打つからですね、回収できるから、そのためにやってます。まあ、もちろん距離測定の時にマイボールで打てば距離がより正確に出るじゃないですか。だからそれはまあクワットを使って打つことによってボールがそもそも通常練習場だと回収できないということが前提だからですね、まあ、こういうそういうことも含めていろいろ考えて、こんなのも買ったりするということです。でこれはまあご自宅でこういうの欲しいなと思う方がいらっしゃったらぜひですね、これじゃなくてもいいですよ。たまたま比較的安価なものを購入して皆さんにこう作って何がこう問題でどういうことを感じるかということをご紹介しただけなので、ぜひですね興味がある方はご自宅に買ってですね音の問題があったらいろいろ工夫して音が出ないように練習なんかまあこううまくアレンジしてやってみてください。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。